クリストファーは、オルデンブルク博。博爵戦争の名前は彼にちなむ。博爵戦争が起きると、シェラン島、フュン島といったデンマーク東部を支配し、クリスチャン2世の福井を図った。クリストファーは、オレンボウ朝初代国王クリスチャン1世の弟、ゲルハルト6世の孫にあたる。若い頃、司祭として教育を受けていたが、 経済的な問題から軍隊に身を投じた。彼は古代ギリシャの知識を持っていたことから知的王兵隊長と呼ばれていたが、彼には軍事的才能はなかった。クリスチャン二世並びにクリスチャン三世のまたいとことして、彼はデンマークの政治に関心を持った。1534年にフレゼリク一ス世が死ぬとクリスチャン三世やデンマークの貴族に対抗する。 名手として、彼は、リューベックに雇われた。クリスチャン2世の福井が目的であったものの、彼自身は、デンマーク大いに関心があったとされる。白尺戦争が勃発すると、彼は、シェラン島やフィュン島の征服に成功し、支配者として受け入れられたものの、リューベックが、 デンマークを大いに関心を持つメクレンブルクシュベリン公アルブレヒト7世を同盟に参加させたことから、同盟内に亀裂が生じた。クリスチャン3世は、ユラン半島やフィュン島を奪回し、シェラン島攻略に動いた。アルブレヒト7世が降伏するまで、クリストファーは、コペンハーゲンで抵抗したものの、最終的には降伏、クリストファーのデンマークにおける立場はなくなった。 白爵戦争終了後、彼は、オルデンブルクに戻り、来た、ドイツにおける戦闘に身をやつした。彼はスウェーデンを征服しようと計画し、シュマルカルデン同盟を支援した。晩年は、修道院で生活した。英語版に書かれたものであり、日本語版では直接使用していない。ありがとうございます。